桜系サーヴァントはインド神話の要素とたくさん縁ができたに対するみんなの反応集を紹介します。それでは本編へどうぞ。インブ、怒涛のインド桜。桜がナープ踊るんですか？桜が万能素材。桜育成ゲームとかできそうな勢い。桜っち？桜が万能素材なんじゃなく、インドの神格が巨数魔術持ちのボディを求めすぎるのではないかと、ゼロを生み出した国は数字に強いぜ。桜ファイブも？あれの元は AI 桜の同型の BB だからまたちょっと違うかな。いや、月の裏側も巨数とかそういうあれではあったけども。桜ファイブは元からいた桜 AI が大元だからまた事情違うんじゃない？桜ファイブの元になった BB の元になった桜は過去にそういう人物がいたってデータを元にして作られた管理 AI なので、実際のところ桜とはほぼほぼ無関係よ。あれは AI だけど、桜ファイブにインドの神聖組み込まれてることを考えると無関係ではないのかもね。ファッションリップにブルガーとパールバテイ、メルトリリスにサラスバテイ、バイオレットにアクサラス、キングプロテアにアイラーバタ。まだ詳細不明なカズラドロップ以外は全員インド神話の要素混ざってるね。6章のムリアンがカズラドロップそっくりだったのは、カズラドロップを構成する人柱がムリアンだったためらしい。あと2柱はなんだろうね。そういえばメルトとプロテアは宝具もそれメインって感じの名前よね。だからメルトのアルテミスモードが期待されるんですね。普段がサラスバティモード、ラムダがリバイアサンモードだからアルテミスモードも可能なはずなんよな。ところでこれができるのってメルトだけなんかね？リップもできんのかしら？まだ変身が残ってるの？他の二柱の名前を冠した宝具もあると。特撮キャラの必殺技感あってかっこいいかもな。アルテミス〇〇とかレビアタン〇〇とかないかな？リバイアさんなら水着メルトの宝具にありますぜ。大解消七材飛化と書いて後半はメルトパージ。リバイアさんメルトパージのことも忘れないで。確かカズラドロップだけ不明で、他はインドの神聖が組み込まれてたよね。プロテアちゃんはいろんなチボシン、ここまで来るとカズラドロップにも入ってそうな気がしないでもない。大抵桜ファイブに入ってるの FGO に出てくるしガネーシャの可能性。キバの種族潰すとき寝転がってたしゲーム感覚だし、つまりカズラも再臨したらジナコみたいにタワン化するんですか？というよりは桜の性格の要素を組み込んだキャラを作りやすい。凛とは逆、凛は組み込むと相手側が凛っぽくなる。凛が強すぎる。トッキー自慢の娘だからな。不倫の子すらハイスペック。そりゃあ凛だし、赤主獣は侵食力が強いな。そのせいで桜ほどより白に使われない疑惑、問題児をマイルドにする効果には期待できるんだけどねー。なんでも凛味になってしまうのはちょっと困る。フィリアがまさにそうなんだけど凛の性格って複数要素を取り入れないと途端に凛らしさが消えるんだよな。普通はそうなんだけど桜はこれが起こりにくい。相当違うキャラになってもあ、こういうところ桜だというのが結構わかる。しょうがないけど、挟まれてるカーマちゃんの心境よ。マスターのところに帰りたい。パールさんの前では嬉しさで繁殖しちゃう大黒天ズもカーリーに遭遇しちゃったらガクブル失禁失神者なんだろうか？逃げるくらいの余裕はある。一応旦那の使用人だから無体は働かないと思う。それはそれとして旦那が来たら息子と一緒に乱させそうだが。いつの間にか、インド神話と AI たちのフリー素材のようになった桜。桜はもともとが多面性の塊だから、アルターエゴに相性が良すぎるのだな。桜の様々な側面がインド女神とスーパーベストマッチ、オーバーフロー、マジやべえ、したのが面白いのよね。リンはメソポタミア、桜はインド、アルトリアはアルトリア。もはやブリテンに由来を求めることすらできねえフリー素材ぶり。バゼットはアイルランド？エルメロイ教室は中国？バゼットはアイルランド、マクレミッツ家があるスター地方かはわからないけど、フラガラックを使える血族である伝承保菌者だから他の疑似サバよりかなり縁がある、なんならご先祖様。二世、私はそもそも中国とは全然縁がないぞ、孔明殿の器にされただけだ。征服王の進路逆に巡る旅の途中で縁結んでたりしません。最近は冒険でがっつり仙人と絡んでますし。エリちゃんはルーマニア？ボブはイブカシンだ。パールバティのより白になった時点でイモズル式により白に選ばれることが確定していたというわな。
チタヤさんの声質特徴、そして桜の見た目が好きな自分にとっては桜系サーバントが実装されるたびに財布が心配になるとです。桜は煩悩多すぎるからインドにでも行って修行しなさいってこと？そんな桜がドスケベみたいな、いやそうかもしれん、ヘブンズフィールを見ながら。今年はブルガーさんも実装されて、ついにパッションリップちゃんの構成要素の3柱が揃ったので、今年こそ水着パッションリップちゃんの登場に期待が持てるんですよ。みんなもブルガーさんやパールさん要素のあるリップちゃんの宝具見てみたいでしょ？早口。そのうち踊りながらカレーを作る桜の姿が、マトウサクラという少女が属性人格性根性分少女人格を複数持ちを内包しているから各要素だけキャラが作れるとかいうバグ。ああこの桜って子確かインド系のキャラなんだっけ？って言われる日が来るかもしれない。今思えば青肌の水着カーマはカーリー実装の伏線だったのだろうか？どっちも宝具演出でギュンギュンしてるし。青肌はインドの神様あるあるだから伏線とかではないと思う。ギュンギュンはわからぬ、というかパールバティの別側面とかが多すぎるだけでは？旦那さんはもっといる。正直なところもはや髪のリボンでしか桜成分を判別してません。ジナコという、桜本人には全く関係ないのに桜顔に縁がありすぎる人。パールバティになった時点でブルガーカーリーは仕方ない。カーマはわからん、黒桜要素を出したかったんだろうけど全く別物だし。あれはパールバティの夫に焼かれ、姿がない、風が吹けば桶屋が儲かる的な召喚なのよ。嫌ってる相手と同じより代にするってよくわからんよな。桜本人のより代としてのキャパの大きさと、カーリーの息までぶっ飛んでもしっかり残る。髪留めリボンの概念としての存在強度がすごい、そもそもカーマ以外すべて同じ髪では？さすがにこれ以上でないだろうと思うけど、パールバティまだ実装されてない側面はこのぐらいだ。ウマー、ガウリー、サティ、アンビカー、チャンディー、バイラビー。BB ちゃんやパールさんが自分のこういうところ嫌いだから切り捨てます。って切り捨てられた桜5やカーマが人気になっちゃう不思議。正直ブルガーカーリーは桜顔じゃなくてもよかったろ。パールとの関連はわかるけど。パールが桜ならカーリーも桜じゃないか。あえて言うならカーマの方で桜使わなくてもよかったのかなって、でもカーマちゃん気に入ってるからこれで良いです。力だけ貸してて中身8割以上側と同じ人格というか正確なやつとか側のそいつ出したかっただけだろ感が強い。キジサバはそれでいいんじゃないかな。より白のキャラが好きだと側だけ使って性格とか別物な方が嫌だし。サイリンで人格切り替わる方式はうまくやってると思う。バゼットマナナンがギジサバの理想だなと思う。より白と心霊の人格がそれぞれちゃんとあって、なぜその人物がより白になったのかも納得がいくものだし。ブルガーカーリーはパールの別側面だから桜顔なのは妥当だと思う。関係ないカーマまで桜顔にしたのがそもそも悪い。パールバケの別側面でまだ数体以上余裕で出せるからインドの申請が幅広すぎるのもあるしな、セイバーウォーズでスペースインド枠を作ればさらに増える。むしろ関係ある人物がより白になったケースなんてないのでは、商用的な理由だったり子さんへのサービスだったりで納得するしかない。ブリトマートみたいな薄っぺらいキャラで来るならまだギジサバの方がいいかも、ギジサバで薄い人ないは知らない。人内は久しぶりの出番でまたバーサーカーネタすればいいやろで終わったのがな、もう掘り下げる気ないんじゃないの。人内は何のアルターエゴなんすかね。皆さんは桜系サーバントはインド神話の要素とたくさん縁ができたについてどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。またチャンネル登録と高評価もお願いします。